それでは、定刻になりましたので、ただいまより、シンポジウム、秘密法と国民の知る権利、オープンガバメントを目指してを始めさせていただきます。まずはじめに、開会のご挨拶を、日弁連、秘密法対策本部、本部長代行の江藤陽一弁護士からお願いしたいと思います。ご挨拶お願いします。皆さんこんにちは。私は日弁連で秘密保護法対策本部本部長代行をしております江藤と申します。よろしくお願いいたします。本日はハルペリンさんも大友ハルペリンさんをお迎えして、このようにシンポジウムを開催しましたところ、日中の大変お忙しい時間にもかかわらずたくさんの皆さんにお集まりをいただき本当にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。すでにご存知かと思いますが、ハルペリンさんは元アメリカの国家安全保障会議の高官であって、沖縄密約に深く関わった方でございます。5月10日に日弁連で一度シンポジウムを開催いたしました。その時にはその密約問題にこれまた我が国で深く関わった西山武智記者を呼びました。お二人で対談をしていただいたということはございます。その結果、何が分かったかと申しますと、本当に国家というものは秘密を持つ必要があるんだとか、あるとしてもその秘密の範囲なんていうのはそんなに大きくないんではないかなということを本当に強く感じた次第でございます。ハルペリンさんがその起草に関わったツワレ原則というものがございます。この原則は、国家安全保障と国民の私有権利の関係につきまして大変踏み込んだよく考え抜かれた原則を示しており、今後世界におきまして世界の各国におきましてこれは一つの基準になるのではないかというふうに思っておく次第でございます。ところが我が国の状況はどうかと申しますと、12月に秘密保護法の施行を目の前にしております。それに向けて施行令そしてまた運用基準等が明らかにされました。私ども日弁連はこの秘密保護法に反対の立場でございますので、絶対反対という立場からこの運用基準や施行令について何もものを言わないという立ち位置もあったんでございますが、それでは現実問題として大変おかしくなるということで、そこは是々非々でいろんな運用基準に対しても私どもいろいろものを言ってきた、そういう次第でございます。そういう狭いところの穴をこじ上げてこの法律を廃案に長い目で廃案に持っていくという息の長い運動を続けていきたいとこのように考えている次第でございます。一例を挙げますと、この運用基準の中に何を秘密指定してはいけないかということが一応書かれている。ちょっと細かい話ですが皆さんよく聞いていただきたいんですが、その中にこういうものがあります。公益通報の通報対象事実その他の行政機関によるとすいません28分の11を見ていただければ分かると思いますけどね、法令違反の隠蔽を目的として指定してはならない、こういう運用基準がします。これってちょっと細かいことなんですけど、よくよく読んでみると極めておかしい内容です。つまり法令違反の隠蔽を目的として、つまり目的があるかないかが大事だとこう言ってるんです。お役人の作った作文によれば、だから私どもはそういう目的を持っていないのでこれは秘密にしてもいいんだ、こういう理屈がまかり通る。ということで、それはおかしいじゃないかということを今日いらっしゃってるハルペリンさんの意見として言っていただいたんです。私どももいらしていただきましたが、このハルペリンさんの声も、お役人に届いたらしく、実はこの基準が変わったということはございます。でどういうふうに変わったかというと、その目的としてという部分がなくなって法令違反の事実を指定してはならない、つまり客観的な基準になったということに
わずかでございますが、半歩なら一歩の前進があったと、こういうことでございます。まあ、パルテレさんの業績の、まあ、一部の紹介ということでご紹介をさせていただきます。このように、まあ、狭いところの穴をこじ開けながら、この法案の問題点を指摘しつつ、廃案に持ち込もうということが私どもの立場でございます。その観点から、本日のパルテレさんのシンポジウム、お迎えするシンポジウムは大変意義深いものになるであろうというふうに期待しております。ぜひ最後までお付き合いをいただければと思っております。よろしくお願いを申し上げます。先生、ありがとうございました。続きまして、本日、代表してほしいのが、議員の方、いらっしゃっていただいております。簡単に紹介させていただきますので、一言いただければと思います。まず、参議院議員の浜田和之様、お願いいたします。皆さんこんにちは。私は今日のですね、ゲストスピーカーのモートン・ハルベネさんとはもう今から10年ぐらい以前ですね、沖縄返還交渉そのフォローのために私自身もワシントンにしょっちゅう行ってました。でその頃大変ですね、力強い、まあ、言ってみれば日米の交渉のですね、ラブタイをいろいろとハルベネさんから聞かされていたんですね。そういった方が今我々はですね、新しい時代にふさわしいこう日米関係、あるいは日本の国際的なですね、地位を高めるために情報をどういう形でですね、こう管理しているのか、まあ、エドワード・スノーデンさんのですね、内部告発ではありませんけれども、そういうものがあってですね、初めて国がどういうことをですね、まあ、考えているのか我々に共有できるわけですね。私も参議院議員ですけれども、この法案いろいろ審議してますけど、なかなかですね、弱い国だと、分からない部分が大変多いんですね。この意図的な解釈によって、日本が、また世界がおかしな方向に行かないようにするために、今日はぜひですね、まあ、旧友である元のハルベネさんのお話を聞く中で、皆さん方と一緒にですね、信頼できる日本の社会、そういうものを作っていきたいと思って、今日は参加させていただきました。Welcome back.ありがとうございます。続きまして、衆議院議員の志賀武史様、一言お願いいたします。皆さんこんにちは。衆議院議員の志賀と申します。今衆議院の法務委員会の野党筆頭理事を務めておりまして、今国会からですね、法務大臣が秘密保護法の担当になるということで、私もちょっと法務委員会でですね、この問題について積極的に取り上げて、そして先日パブコメが実施されましたけれども、ほとんど皆様の貴重な意見が反映されないまま運用基準が定められようとしています。こうしたことを少しでもですね、世の中に知ってもらって、そして改めるべきは改め、最終的な目的はこの法律を廃案に追い込むことだと考えています。ぜひ今日は勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、発言は不要ということなんですが、お名前だけ紹介させて、ありがとうございます。それでは、参議院の上本美恵子様、一言お願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。参議院の上本美恵子でございます。特定秘密保護法については、昨夜末 の特別委員会、参議院で私も委員として審議に加わっておりましたけれども、本当に最後の強行採決、あってはならないやり方でこの大切な、法案が成立してしまったということで、その後今年の7月1日閣議決定された集団的自衛権の行使容認の閣議決定の審査要件を見てみますと、政治の判断で、海外へ自衛隊を派遣することが可能になるような内容になっております。何が起きているのか、この特定秘密保護法で隠されたまま、国民に知らされないままに海外に派兵されるようなことになるということ、皆さん方と同じような危機感を持って今望んでいるところであります。今日は、この講演会で、私もしっかり勉強させていただいて、臨時国会、これからの国会審議に、行かさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、最後に、衆議院議員の安倍智子様、一言いただけますでしょうか。お願いします。
ご紹介いただきました衆議院議員の阿部智子です。私は実はハルペリンさんのお話を伺うのは今回が2回目で、くしくも一面連の皆さんがもう3、4ヶ月前でしょうか、あの西山太吉さんとハルペリンさんのジョイントスピーチというか、お二人を招いての講演を企画してくださった時に伺いました。改めてあの沖縄の密約ですけれど、誰のために、何を隠さんがために密約だったのかということをハルペリンさんの言葉からも西山さんの言葉からも聞きました。で、今日はまた12月、先ほど志麻さんのお話にありましたが、実際に特定秘密保護法が施行されんとする大変重要な時期に、ハルペリンさんから一体これをどうしていくのかというお知恵を多々いただけるものと思います。あとはもちろん国会の私たちの役割も大きく、また今日のような日弁連の皆さんが国民に広く、国民の知る権利ですから、求めて行動してくださいますこと、本当にありがたいと思いますし、私たちも頑張りたいと思います。今日楽しみにしてきました。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、モントハルペリ氏に、講演を、では、モントハルペリ先生、講演の方をお願いいたします。席方に移動していただけますでしょうか。移動される間に、簡単にモントハルペリ先生の、プロフィールを紹介させていただきます。元米国国家安全保障会議スタッフということで、現在は外交問題評議会の上級フェローおよびオープンソサエティの財団、オープンソサエティ財団の上級顧問をされております。オープンソサエティのメンバーとしてツバナ原則の基礎に深く関わったということから、5月に、先ほどからお話ありますけども来日されて、秘密保護について講演いただきました。で、今回はですね、今朝まで沖縄の方に行かれて基地問題について、記事を視察されて、シンポジウムやっていたということで、本日この秘密保護のシンポジウムの後にですね、沖縄返還当事者が見る今ということで、連続して同じ場所で、ハルペリ先生から沖縄問題についてのお話も伺いますので、そちらもぜひ、引き続き参加いただければと思います。5月に秘密保護について、お話をいただいてからですね、7月の人権規約委員会の審査がありましたし、また8月にはパブリックコメントもありました。そういった変化を踏まえて、今ですね、我々が秘密保護についてどのように向き合っていけばいいのかと、今日オープンガバメントパートナーシップというですね、この後 OGP というふうに言われると思いますが、その知る権利を保障を高めていくためなためのですね、国際的な取り組みについても今日ご紹介いただこうと思っております。そうした OGP がですね、今後秘密保護法を巡る局面においてどのような可能性を持つのかといったところもお話しいただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。モントハルペリ先生、お願いいたします。皆さん拍手でお願いください。Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here and to have this opportunity to discuss with you such an important issue for all democratic societies. 皆さん、こんにちは。今日ここに、お招きいただきまして大変ありがとうございます。この機会をもって民主主義国家で一番最も重要だと思われているような、そういったことを事柄をお話しできることを大変嬉しく思います。There are few things that are more important in a democratic society than getting right the balance between the government's right to protect information and the people's right to know. 民主主義の国家で、政府の情報を保護することよりもより重要なことがあります。いくつかあります。I think the Japanese government has not done a good job of balancing those two. And I want to talk a little bit about why I believe that. 本来ですね、そのバランスというものを、人々の知る権利と情報保護を、バランスを保たなければいけないわけですけれども、今回日本の政府がそれをうまくやってこなかったということについてお話したいと思います。I think part of the problem is that
Japan has proceeded on these issues without being in close contact with developments occurring throughout the world. 今回、問題の一つと思われることといいますと、世界各国で行われていることを日本政府があまり重視してこなかったということにあると思います。 I think both Japanese civil society as well as the Japanese government needs to become more integrated into the global discussion of these issues. 今回私が申し上げたいことは、日本の政府、そして市民社会が世界各国でグローバルに行われていること、グローバルに起こっていることについて、もう少し親密に考えていかなければいけないということです。 Until fairly recently, each government in the world dealt with these issues separately and according to their own traditions and laws. これまで最近までですけれども、世界各国で同じようなことが行われてきましたが、そこでは文化や伝統を守りながら、この情報を機密ということについて取り組んでいきました。 But in the last several decades, there has been a movement towards a global understanding of right to know. ですけれども、ここ何十年かにわたって、世界各国では人々の知る権利ということについて、そちらの方に向かっているいろいろな取り組みが行われてきたわけです。If you look at global treaties and agreements, which Japan is a part of, you find that they deal with the right to speak, freedom of speech, and freedom of assembly. 世界的な条約を見てみますと、日本もその一部参加国、加盟国になっているものもあるんですが、その中ではやはり人々の知る権利、そして結社の自由といったことが保護されているような、そういった動きがあります。 But until a few years ago, that was not understood to include the right to have access to government information. ですけれども、政府の情報に情報を入手するということに対して言えば、ほんの数年前までそういったことが行われなかったわけです。 But now there is almost universal acceptance of the notion that freedom of speech requires and includes a right of access to government information. ですけれども、今ですが、今やっとですね、その表現の自由ということは、その政府が持ち得る秘密、そして情報にアクセスすると、その権利は必要だということが世界的な概念になっているわけです。 And that right to access to government information includes the right of access to information relating to national security. その政府が持ち得る情報へのアクセスということは、それは当然機密、国家機密も含まれているわけです。And we are moving towards a set of global norms for how democratic countries should deal with this very critical issue. ですので、私たち世界各国はですね、世界的にこういった情報へのアクセスを得ていくということに、 And those norms are reflected in interpretations of the Covenant on Civil and Political Rights by the UN treaty body that is set up to provide interpretations of that document. その情報などに関する社会的、そして社会的権利など、文化的権利などについての条約の中にもこういったような自由が含まれています。 They're also reflected in resolutions passed at the UN Human Rights Council in Geneva. そして国連のジュネーブの方の人権理事会の方でも決められている合意の中でもこういったような権利というのが守られています。 And of resolutions of the UN General Assembly. そして国連総会の決議にも同じようなものが含まれております。 These norms are also emerging from resolutions of regional assemblies like the Council of Europe. そしてこちらのようなものは国連以外にも地域の機構による決議の中にも最近は含まれているんですけれども、例えばヨーロッパ会議などの方でも
And from decisions of multilateral courts, including the European Court of Justice and the Inter-American Court. そしてこちらの機構だけではなくて裁判所の中でもこういったようなものが最近決められているんですけれども、例えばヨーロッパの方の、あの全、まあ、ヨーロッパの、あの、所詮ですね。そしてあのアメリカの方でも、And I'll come back. I want to talk at the end of my talk about some of the specific elements of this growing international consensus about how to balance the right to know with the right of a government to have secrets about national security. この講演の後に一番最後にですね、もう一度お話ししたいと思いますけれども、そのお話はですね、最後に触れるのは、人々の情報、人々の知る権利と、そして、政府の国家機密特別保護法と、国家保障に関する秘密に対するそのバランス、両方の権利のバランスについてまたお話ししたいと思います。But the point I want to start with is that the Japanese government and to I think a substantial extent Japanese civil society was not sufficiently aware of these emerging norms as Japan confronted the secrecy laws. 私が一つここで申し上げたいことは、その日本の政府が秘密保護法の決議を秘密保護法を設定するにあたってですね、日本の市民社会がこういったことを国際的にどういった通概念が広がっているのかということについて、あまり気がつき、あまり知らなかった、認識してなかったということが一つ挙げられることなので、ここで触れたいと思います。And the one reflection of Japan's isolation is the fact that it has not yet joined the open government partnership. で、まあ、この中で国際社会から日本が孤立していると、こういったことに関して孤立しているということはですね、そのオープンガバメントパートナーシップという OGP ですけれども、そこに日本が加盟していないということにあると思います。The open government partnership emerged from a speech by President Barack Obama of the United States at a UN General Assembly meeting. この OGP のコンセプトですけれども、これはオバマ大アメリカのオバマ大統領が国連の会議で講演をしたことから始まっています。In that speech, the president said that there was a growing international consensus that democratic countries to be effective and just and to develop economically had to commit themselves to certain principles of transparency and accountability.このスピーチでオバマ大統領が言ったことといいますと、その国際社会で重要なことというのは、国際社会、そして特にですね、民主的な国家で重要なことといいますと、その民主的な国家がより経済的に発展していくには、はい、こういったことが必要だということです。Perhaps the most important principle was the right of the people to have access to government information.その中で最も重要な原則と言われるのが、人々の知る権利だったわけです。And he called for the creation of an organization, a voluntary organization of democratic governments, which were committed to the principles of open government. で、この中で、この原則といいますのは、その民主的な国家、民主的な政府がですね、まあ、任意ですけれども、任意に、人々の知る権利を譲歩するために、より透明性を確保していくといったことに基づいています。And one, there are very few criteria which limit which countries can join the OGP process because the intention was to be open and encourage countries to become part of the process.ですね、OGP に加盟する、参加するということについては、あまりクライテリア、基準がありません。基準がかなり低く設けられています。というのは、それは基本的に OGP はオープンで、そしてどの国も参加できるということに基づいている場合です。But there are a few essential requirements, and one of them is that the country have an effective freedom of information.ですけれども、その中で一番重要な、まあ
基準と言われますのが、その人々の知る権利が担保されていると、担保されたその規格にだとであるということです。The UK government is one of the leaders along with the United States of the OGP. And I think, as I understand it, both governments have been urging Japan to join this process. 中で OGP に加盟している国で、アメリカと同じような、まあ、主導権を持った国といいますと、英国、UK ですね。そして、この2カ国によって日本に加盟を促しているところです。One of the unique aspects of OGP is the role of civil society in the process. OGP のプロセスで非常にユニークだと思われるのが、その市民社会の役割です。From the beginning, the American government insisted that civil society needed to be fully consulted in the creation of the structure and management of the OGP. そもそもこの OGP ができたときに、アメリカで努力されたのが、尽力したのが、その市民社会がこの OGP を作るにあたって重要な役割を果たすに参加しているということでした。So OGP has a steering committee, which is made up of equal number of civil society representatives and government representatives. OGP には実行委員会、執行委員会というものがありますが、そこの参加メンバーというのは市民社会、そして政府からの代表が参加するわけですけれども、同じ人数が参加しているということです。両方とも同じ人数が参加するということです。I think it is the only multilateral organization.私が今思っているのは、多分 OGP が、おそらく OGP が唯一同じ市民社会、そして政府から同じ人数の代表者を出しているといったグループ、組織だと思っています。There is also a parallel civil society structure of NGOs from around the world that are committed to open government.中には世界各国 NGO や他の市民社会ですけれども、そういったところから世界各国のそういった組織や団体から参加しています。And I would urge Japanese NGOs to become more active in this civil society structure, which they can do even before the Japanese government joins the OGP.ですので、私はここで申し上げたいのは、日本の NGO の皆さん、そして市民社会の皆さんに、日本の政府がこの OGP に参加すると表明する以前にですね、この構造、この協力隊に参加するのはどうか、この、構造を作っていくのはどうだろうかと、構想していくのはどうだろうかというふうに申し上げたいです。But I would also urge you to press the Japanese government to become part of this process.ですけれども、まあ、それ以上に日本政府にこの OGP に参加するよう強く求めます。Your Prime Minister is always saying he has to do things because he's being pressured by the American government. Well, here's something good for him to do that he's being pressured by the American government to do. 日本の総理大臣安倍さんは、まあ、いつもアメリカからいろんな圧力をかけられて、いろんなことをしなければいけないというふうにおっしゃっていますけれども、今、私が本当で一つだけ、まあ、いいことを全員を持ってやれることを安倍さんに紹介しているので、アメリカ政府から一つだけいいことを圧力をかかってやりなさいというふうに、ここに伝えたいと思います。If Japan joins the OGP, it will be required to come up with a work plan.Of the steps that it is going to take to improve its commitment to openness. もし日本政府が OGP に参加することになれば、一つ一番最初にしなければならない必要なことというのは、ワークプランを立てるということです。そのワークプランというのは、今後その政府がオープンに透明性を持って、活動していく、そういったことに対するそれまでのステップを作らなければいけません。And that work plan, according to the OGP rules, has to be developed in full and real consultation with civil society. そのワークプランを作るにあたりまして、日本政府がしなければいけないのは、その市民社会との協議の上で、完全な協議の上で、そのワークプランを作らなければいけないということです。So joining the OGP will require Japan to
Japanese government to learn the habit of genuine consultation with civil society. ですので、OGP に参加することによって、日本政府は市民社会と協議していくということを学ぶわけです。Because its work plan is evaluated by an independent panel, and part of the evaluation is whether there was genuine cooperation with civil society. その OGP に参加している間、その OGP にそのコミットをしているかということも評価されるわけですけれども、その評価されるのはワークプランだけではなくて、そのワークプランを作るに作成するにあたって、政府が市民社会とどれだけ真摯に協議するかということも図られるわけです。And the work plan is supposed to be a stretch plan, a plan that significantly improves the government's commitment to openness.そのワークプランですが、そのワークプランというのは、ワークプランを作成するにあたってその過程で、政府が市民社会、または市民、国民に対してどれだけ透明性を持っていかなければいけないかというそのエクササイズになるわけです。So I would suggest that one of the goals the Japanese civil society should press for in the Japanese work plan is a commitment to review the secrecy law to bring it into conformity with international standards.で一つですので、私が今ここで、皆さんに申し上げたいのは、日本の政府が OGP に参加するにあたって、市民社会として一つの目的ですけれども、一つの目標として立てられるのは、その OGP に参加するにあたって、日本政府がこれまで その特定秘密保護法をもう一度見直し、そして国際基準に寄り添った、そうしたそういった改定案を出せるよう、日本の市民社会が促していくべきだと思っています。The global OGP civil society movement has suggested model global standards on a number of issues, including the issues of national security secrecy. で、OGP の中には、OGP にあの運営にあって日本の政府が OGP に参加するには日本市民の市民社会の運動という市民の運動というものが非常に重要になってくるわけですけれども、その中にワークプランの中にはですね、ナショナルセキュリティ、国家機密保障に関してのそういったことも含まれています。 And those global principles are reflected in the 1A principles and are based on the 1A principles which I will come to at the end of myこの中で、世界的な原則があるわけですけれども、その原則というのは、ツワネ原則も含まれています。で、これについては、この講演の一番最後にまた触れたいと思います。So let me now turn to specifically for some comments on the Japanese secrecy law. 今、これから私が具体的にその日本の秘密保護法について触れていきたいと思います。I want to comment on three things. 3つ申し上げたいことがあります。First, the secrecy, the speed with which the secrecy law was adopted in violation of the principle that such laws should be enacted slowly and carefully and with full deliberation. まず1つ目ですが、その特定秘密の特定秘密方法が非常に異様に迅速に設置されたことです。その過程では本来秘密保護法を設定するときには慎重にそしてゆっくり検討されなければいけないというふうに言われていますが、それに反したやり方で特定秘密保護法が設定されたということです。 Second, I want to discuss the argument that the government has madeThat it was forced to do this because otherwise the United States government would not share information with the Japanese government. で、もう一点は、日本の政府がその特定秘密保護法を設置するにあたって、アメリカの米国政府からいろいろな圧力があったからだと、この特定秘密保護法を設置しなければ、米国政府から情報を共有してもらえないと、そういうふうに言ったということです。And finally, I want to discussThe most important ways in which the Japanese secrecy law deviates from the global principles of how such laws should be written.
最後3点目ですけれども世界の原則に照らし合わせてみるとこの日本の特定秘密保護法がどれだけ逸脱しているかということについてです You all are fully aware of the great speed with which the Japanese government forced this statute through the Diet into effect 皆さんご存知だと思いますけれどもこれまで日本の政府が国会をこの秘密保護法に対してその国会通過したことをどれだけ早く通過してそして設置されたかということを皆さんご存知だと思います And the paper that I've written which is in the back of the handout to this meeting I just contrast that speed with the global norm as reflected in two other episodes in two other countries 私はですね、その報告書、論文を書いたわけなんです、書いたんですけれども、それはこの、黄色のシンポジウムのパンフレットの一番最後に20ページから、書いてありますけれども、そこで私が申し上げているのは、ここで私が比較しています、日本のこのやり方、この過程と、もう一つ、世界的にどういった形で、その秘密保護法が設置されているかという、その2つの国の事例を、I hope there will be a Japanese translation of this to come, but in the meantime, let me summarize some of the highlights. これがいずれですね、日本語に訳されることを望むんですけれども、この時点ではちょっとまとめてお話ししたいと思います。重要な点をまとめます。So the first, and I think the clearest contrast, is with this same debate, which is being held now in South Africa.一つ目は非常に分かりやすい比較だと思いますけれども南アフリカで起こっていることです Now, South Africa, as you know, like Japan, has a parliament dominated by one political party which can move legislation quickly through the parliament if it wants to do so 皆さんご存知だと思いますけれども南アフリカは日本と同じように国会で与党が過半数を握っている与党があります。ですので、もし必要であれば、もしそういったことが求められるのであれば、この与党一党によって必要な法案は加速、必要な法案が制定されるわけです。Nevertheless, what happened in South Africa is very different than what happened in Japan. しかしながら、特定秘密保護法について言えば、なあでは日本で起こったこととまるっきり反対のことが起こったわけです。When the government released its first text of a proposed statute, there was an uproar in South Africa as there was here in Japan. まず特定秘密保護法に関して言えば、その一番最初に草案ができたときにこれが政府に提出されたわけですけれども、そのときに。日本で起こったのと同じように市民社会から反対がありました。Almost immediately, South African civil society brought in global civil society to weigh in on this issue. でその時にすぐですね、南アフリカの市民社会が世界各国の市民社会、世界的に活動している国際的な市民社会をと協議してですね、これがどれだけ反しているかということについて抗議したわけです。And as a result of this uproar, the government withdrew the bill. で、この抗議によって政府が草案を撤回しました。取り下げました。And after a year and a half, it introduced a new, better, but still not perfect bill.1年半した後にまた新しい、より良いというわけで、より良い法案なんですけれども、をまた提出したわけです。And then there were extensive hearings in the parliament, public debates, consultation with both domestic and international civil society. で、それに伴って、いろいろな公聴会が開かれたり、国際社会や国内の市民社会との協議、が行われました。And then the parliament finally passed the bill. そして国会でついにこの法案が可決したわけです。And when it reached the president's desk, he refused to sign it, saying it was still too controversial
and he wanted more studies. ですけれども、ついにこれが大統領の机に届きまして、そしてサインする、署名する段階になったときに、大統領が、いや、これはまだ非常に議論がまだ起こっているので、反対が多いので、もう少し懸念、もう少し検討すべきじゃないかというふうに言ったわけです。So the bill is not back with the executive branch to rewrite it in a manner that's consistent with international.ですので、この法案は未だに、まだ検討中であるわけです。So it's hard to imagine a sharper contrast. ですので、ここに日本とそして南アフリカで起こったことの非常に分かりやすい比較があると思います。The other example which I won't go into involves the last time the United States adopted a law in this field and the number of years and the number of hearings until finally a very much different.でもう一つ、詳しくは説明しませんが、もう一つの例としてはアメリカがあります。アメリカ政府が何年か前に審議方法を設定したときにも、数多くの公聴会、そして協議が行われて、そして、非常に限定的な秘密保護法ができたわけです。So the second issue I want to discuss is the argument.The government has made that it needed to pass the law and the law in this form because otherwise the US government and other governments would not share information with Japan. でもう一点私がここで触れたいことと言いますのは日本政府がこの法案を制定するとき、法律を制定するときに、アメリカやこの法律がなければアメリカや諸外国が情報を共有してくれないからだというふうに言ったこと。Because the argument that I'm making is not that Japan doesn't need a secrecy law, but it's that it doesn't need the draconian law that the government pushed through the fall. What I'm going to say here is that Japan doesn't need a secrecy law, but it's that it doesn't need the draconian law that the government pushed through the fall.秘密保護法は必要なんですが、その秘密保護法、必要な秘密保護法と言いますと、こういった、全てを秘密にするような、そういった法律ではなくて、もっと変わった、もうちょっと、もう少し違う秘密保護法が必要だったのではないかということです。Of course, Japan has always had a secrecy law, and there may have been ways that that law should have been strengthened or improved, but not in the way that the government acted.というのはですね、日本政府、日本にはすでに秘密保護法が、秘密保全法があったわけです、存在していたわけです。ですので、新しく制定するその秘密保護法というのであれば、より強化した、そして、より改善された秘密保護法にならなければいけなかったわけですが、今回政府が制定したその秘密保護法というのは、そういったことを反映していないものになっています。But the reason I found this argument perplexing.Is it goes against my own experience in dealing with this issue. で、一つ私が何回もしているのは、この日本が設置した秘密保護法はですね、私が日本政府が議論しているようなその論点とが私には全く理解できません。というのは、その私が自身で経験した、自分が経験したそういったこととまるっきり反対のことだからです。I served in the American government.In the Johnson, Nixon, and Clinton administrations, and worked on nuclear policy during the Bush and Obama administrations as well. 私はジョンソン、ニクソン政権、そしてクリントン政権でアメリカの政府で仕事をしていましたが、オバマ、そしてブッシュの政府、オバマ、ブッシュ政府では核政策について仕事をして And I personally shared a great deal of classified information with the Japanese government in each of those periods. で、そのどの政権でも私は日本の政府とですね、個人的にもそうですけれども、非常に高い機密性のある情報を交換していたわけです、共有していたわけです。And I was reliably informed that such information about nuclear policy.
was discussed between the Japanese government and the American government during the nuclear posture review conducted by the Obama administration. その中には、オバマ政権の核体制について日本と日米間で議論があった、そういったことにも関与してきました。 So it's simply not true that Japan needed to enact this particular draconian law in order to be able to have discussions about serious national security matters with the American government and other governments. ですので、簡単に言って、これまで日本が秘密保護法、こういった秘密保護を制定しなければ、アメリカや諸外国と国家機密保障に関するそういった情報が共有できないといったことは真実ではないと思います。 There is another fact that calls into question the credibility of this argument. もう一点、もう一点お話ししたいことがあります。 Many allies of the United States have secrecy laws which are in much closer conformity with global international standards. アメリカの諸外国、同盟、アメリカと同盟を結んでいる諸外国ですけれども、こういった国には国際基準に伴った特定秘密保護法があります。 So if Japan changed its law so that it was more in conformity with international principles, its law would come closer to the laws of countries like the United Kingdom, Norway, Australia. ですので、日本がこの秘密保護法を改定した場合には、イギリスやノルウェー、そして オーストラリアのような諸外国が持つ特定秘密保護法に、またそういった国が国を含めた国際社会が持つ秘密保護法により近くなるわけです。 And of course, it's well known that the U.S. government shares even the most sensitive intelligence information with those countries. これは周知の事実ですけれども、アメリカはこういった諸外国と既に非常に重要な国家機密情報を共有しているわけです。 So let me turn finally to a discussion of the most important ways, in my view, in which the Japanese secrecy law violates global international norms of what should and should not be in a secrecy law. 最後に私が申し上げたいのは、この新しい、この特定秘密保護法が、日本特定秘密保護法が国際基準にどれだけ違反しているか、反しているか、そういったことについて重要な点を申し上げたいと思います。 And the first principle puts limits on when the government can classify information. 一つ目ですけれども、こういった、この原則はですね、政府の機密情報に制限をかけています。 And it says the government cannot classify information if the public value of the information outweighs the possible injury that would result from the release of the information. その意味ですけれども、これはどういうことかというと、その政府が、国民の公益ですね。公益というのは、その公益のほうによるもの、もしくは政府に、どういったような、まあ、損害といいますか、政府に対してどういった、もしそれが公開されたときにどういった問題が生じるのかというバランスを考えるときのものです。それを公益にとって、 人々が知る権利の方が大事なのかということを、そのいつまでに機密にするのか、そしてどういったものを機密にするのかというのが一つの基準となっています。 And the second principle relating to when information cannot be classified is information cannot be classified if it reveals fundamental violations of international human rights standards or imminent threats to health and safety. そして2つ目の方が、機密にできないという基準になっているものというのは、その国際的な根本となる人権の基準に反対、反するものを公開するとき、そしてその健康などにも被害のあるような危険性のあるときに機密に
にできないということが定められています。 I was pleased to hear that that seems to be the one area of Greece in which the government did make some movement as a result of the comments. でこちらの点に関しては先ほども紹介の時に海洋先生の方からお話があったように、まあ、このものは日本の政府がこういったようなコメントを反映しているというふうに聞いておりますから、非常に喜ばしいことです。The second set of issues concerns whether and when there should be criminal penalties for the disclosure of information to the press. そして二つ目の基準の方なんですけれども、そのメディアに情報を公開したときに、いつ、そしてどういった基準で刑事罰になるかということが二つ目です。And the international standards basically move in the direction of saying that there should not be criminal penalties.国際基準の方を見ますと、これでもメディアに公開するということが刑事罰にならないというのが、まあ、国際的な基準に現在はなっています。ならないはずです。The government officials should be punished by removing their security clearances and perhaps terminating their employment. 実は、まあ、例えば政府の高官などがメディアに情報を公開したときに、それは刑事罰にならないで、まあ、例えばそのまあ、そこでまあ仕事がまあ、クビになるですとか、そのセキュリティのクリアランスがなくなるですとか、そういったようなものが、まあ、罰として与えられるんですけども、刑事罰にならないというのが、こちらの国際基準になっています。And the private citizens have an absolute right to disseminate information that they require and should not be threatened with criminal penalties. そして市民がそういったような情報を、一般市民がそういった情報を公開したときには、絶対的な権利としてそれは刑事罰にならないということが国際基準になっています。But the guidelines recognize that many countries do have criminal penalties. しかし、まあ、こういったようなものが国際基準ではなっているんですけれども、その中でもまだいくつかの国ではこういったものが刑事罰になる国もまだあります。And so it says, if government officials are going to be subject to criminal penalties, it should be in very narrow and prescribed circumstances. ですので、そういった、まあ、国際基準の中で、もしその政府の関係者がそういったものを公開したときに、まあ、どういったケースで、どういった場合で刑事罰になるのかというのは、かなり非常に狭い定義を設けるべきというふうに決められています。And these standards suggest that only information in precise narrow categories specified in law should be subject to criminal penalties. この基準の中で、まあ、この刑事罰になり得る情報というのは非常に狭い定義、そしてかなり具体的に法律に決められたものにしか刑事罰にならないということが決められています。And the information should not be in those categories where it is not permitted to classify the information.Because it deals with fundamental human rights violations or imminent threats to health and safety. そしてこういったカテゴリーに入れることができない、緊急にできないというふうに決められているというのは根本的な人権侵害に関わるもの、そして健康などの危険につながるものというのが緊急にできないというふうにこの基準の中で決められています。And third, the government should be required to show that actual harm resulted.From the release of the information. そして3つ目の方なんですけれども、その情報が公開されたときに、実際に何か問題、何か損害があるということを政府の方に署名しなければいけないということが決まっております。And in addition to that, the public official disclosing the information should be able to offer a whistleblower's defense that he disclosed the information to reveal.Gross violations of human rights, corruption, or other threats to health and safety. そしてその追加の情報としてなんですけれども、その情報を公開した政府関係者の方がその内部告発者としてそのディフェンスができるということが決まっています。例えばその人権、汚職、健康、そして安全に関わる問題というのは直接的に関わっているということが内部告発者としてそういったようなことが言えます。And to demonstrate that the value of the information for public debate outweighed the harm which resulted from the release of the information. そして情報を公開したときに、
And as I say, there is a very strong presumption against criminal penalties for people who are not government officials. But if there ought to be such penalties, it should only be when the government can demonstrate that the person disclosed the information in order to harm the national interests of his country. しかしそういったようなことが、もしその一般市民がそういった情報を公開したことが、どういった場合に刑事罰になるのかという一つの例としていますのは、その人がその公開した目的というのを国益に悪影響を与えるために公開したということで、政府の方に署名する必要があるということです。Now another way in which these principles violate basic international norms is that they do not specify that there is a requirement for specific harm in order for information to be classified. The basic norm should be that there has to be identifiable harm to national security in order for information to be classified. もう一つ、こちら日本のケースがその国際基準に反しているということは、その中で、その機密にするというのが直接的に、国益に損害といいますか、国益に悪影響を与えてしまうということをはっきりと特定する必要があるのです。かなり狭い定義で特定することが決められています。 And finally, there need to be effective oversight bodies independent of the executive branch which can review decisions to keep information secret. そしてもう一つ日本の場に欠けているというのは、第三機関でちゃんと監視する機関ということが必要というふうに言われているんですけれども、その政府がどういったものを機密にするのか、そしてそれをちゃんと見直しを検討するような第三の機関というのが必要というふうに言われています。 Many of those principles appear in American law, and all of them appear in the laws of one or more allies of the United States. こういったほとんどのことが今実際にアメリカで存在している法律の中には含まれております。そしてアメリカだけではなくて、アメリカと同盟を結んでいる国の法律の中にも、これは必ず一つ以上のことが必ずこの中で含まれております。So in my view, Japan can and should make those changes in the law. ですので、私の個人的な意見としまして、日本はこういったような変更を実際に 行うことができるだけではなくて、すべきであるというふうに強く考えております。もしそういったような変更を日本の方で行うことができるのであれば、その新しくできる法案というのは、アメリカそのもの、そしてアメリカの他の同盟国と同じような法律ができるということになると思います。 And one that conforms to global international principles of reflecting the public's right to know. そして国際的な人々の知る権利の原則にも見合うような法律がそういった場合にはできると思います。So I would urge you to continue this fight until Japan has such a law. Thank you very much. ぜひ皆さんに呼びかけたいのは、この戦いを日本がそういった法律ができるまでぜひ続けていただきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 ありがとうございました。 どうも皆さん、こんにちは。参議院議員、社民党副党首の福島みそごです。パルペリーさんには、秘密保護法が制定の時にも、非常に何度も、いろんな集会で発言をしていただきました。ありがとうございます。今日改めて、秘密保護法の欠陥、根本的欠陥と、それからオープンソサエティを私たちは作らなければならないということを、改めて教えていただいたというふうに思っています。 臨時国会が29日から始まりますが、廃止法案やはり出したいと思っておりますので、どうか皆さん応援をしてください。また今の日本で物売りの状況が広がっていることに大変危機を持っています。この間1回目やりました。ちょっと CM ですいませんが、来週2時、上本さんも連絡の事務所になってくださってますが、 来週26日、ここ参議院の講堂で3時から5時まで、物言えぬ社会はごめんだ、戦争への道を許さないという集会を第2弾でやります。
間宮兼一さんや白井壮さんやいろんな方たちが安田浩一さんや皆さんきちっと発言してくださいますのでぜひ来てください。こういうことも公開の中でしっかり取り組んで、大本営発表はごめんだ、秘密保護法による情報が出てこないのも罰則もごめんだという声を大きく上げていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ハルペリンさん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。珍しく帰られてしまったんですが、小宮山康子衆議院議員もご参加くださいました。またちょっと時間がないので、お名前だけ紹介になりますが、メッセージをくださった議員の方いらっしゃいます。牧山広江、参議院議員、川田隆平参議院議員、安倍智子衆議院議員、鈴木勝正衆議院議員、メッセージいただきました。ありがとうございます。また秘書の方、第一出席していただいている議員の方、ご紹介させていただきます。小売和子衆議院議員、石橋通宏参議院議員、吉川はじめ衆議院議員、田中茂参議院議員、木間光雄参議院議員です。どうもありがとうございます。それでは、お待たせしました、原田さんと海道隆一弁護士による、パネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。お願いいたします。会合でございます。短い時間でありますけれども充実したパネルディスカッションにしていきたいと思います。ハルペリン先生、沖縄からお帰りのところお疲れ様でございます。5月にお会いした時から本当にまた日本に訪ねてくださいましてありがとうございます。沖縄のことはこの後のセッションで聞かれるということになっているんですが、どうしても一言だけやっぱり聞きたいと思うんですけれども、沖縄の密約の問題についてですね、以前と沖縄をもう一度訪ねられてからとですね、考えに変わられた点があるでしょうか。その沖縄の密約の問題というのがですね、今の沖縄の現状と、基地が非常に長い期間、固定化されてしまっているということと何らかの関係があるかどうか、そういったことについて一言ご発言いただければと思います。Well, I was shocked to see that the bases are still there in pretty much the same form as they had been at the time of conversion. My hope and expectation had been that some years after conversion, we would begin to reduce the base structure and eliminate the bases. まず一つ気がついたのは一番最初に、拝見した時ですけれども、同じこれまでと同じように、かなり前のことですけれども47年前からと同じように、沖縄に基地があったということを見て非常に驚きました。その当時というのはですね、その当時数年したらだんだん基地が削減されていくと思っていたからです。そして人々が住む住宅地にはああいった形で基地が残っていないようになっていると思っていたからです。ありがとうございます。今日オープンガバメントパートナーシップのことをかなり話していただいたんですけれども、日本政府がですね、これに参加する可能性があるでしょうかということを聞きたいと思います。実は少し私の方にも調べたんですが、日本政府が国内ではこの問題については何も言明していませんが、今年の5月にですね、イギリスを訪問したときに、イギリス の、 首相と会談したときの、報道がですね、イギリスの政府のホームページに載っています。この中ではですね、イギリスの首相が、日本がですね、オープンガバメントパートナーシップに参加することのプログレッシブをアクセラレートする、要するに、手続きを早めるということについてというコミットメントを歓迎したというふうに書かれています。安倍さんは明らかにイギリス首相に対してはこのオープンガバメントパートナーシップに入るというふうに言ったようです。国内で言ってないんですけど、なぜかイギリスで言ってるということが大変興味深い点ですが、もう言ったことなんですから、それを現実化していくということを僕たちは求めていけると思うんですが、ハルペリン先生のご意見はどうでしょう。 Well, this is a very high priority for
UK government. Prime Minister Cameron personally is deeply committed to transparency and accountability in general, and specifically to the Open Government Partnership. これはですね、イギリスのキャメロン首相にとって非常に高いプライオリティがあるわけです。ですので、そういったコメントになったと思います。この政府がオープンになっていく責任と、そして透明性を担保していくということが非常に重要だと思われているからです。 So I think it is almost certain that if the two of the prime ministers met, that Mr. Cameron would raise his issue. ですので、キャメロン首相とアイ首相2名で会談をして、そしてこの点について触れられたんだと思います。それはほとんど確信できる。And so I would urge you to just keep the pressure on. Perhaps some of our parliamentary colleagues here can raise the issue in a parliamentary question. ですので、今私が皆さんに申し上げたいのは、日本政府に対してもうちょっと圧力をかけていき続けるべきだということです。で、この場にいらっしゃる国会議員の皆さんにもお伝えしたいんですが、国会審議の時にぜひこの点について政府に圧力をかけていただきたいと思います。 日本はもうそもそもですね、今の段階で OGP に参加するその基準を満たしているわけです。ですので、参加した後にはワークプランを立てればいいだけ、ワークプランを作成すればいいだけです。 The international evaluation is only of whether it met its own goals and its own work plan and whether it consulted enough with civil society. この OGP ですけれども、これに関して言えば、加盟国が一つ目的として、加盟国が目的を持って参加するわけですけれども、その評価と言われるのは、その加盟国自身が自分たちで作成したゴール、目的や、そしてワークプランに沿って、またそれに沿って活動しているか、 ということ、そしてもう一つは、市民社会と十分協議しているかということが見られるので、そういったことが検証される点になっています。 Many of us believe that the OGP should have a greater role in criticizing governments, but for the moment it doesn't. 私たち多くのメンバーはですね、 OGP がもう少し政府を批判するべきだというふうに考えているんですが、まだそこまでは達成していません。 ですので、日本政府にとっては、この OGP に参加することというのは、それほど困難なことではないわけです。そうするとですね、 OGP に入って、その日本政府のワークプランの中に、この秘密保護法をですね、国際的スタンダードに従って見直すということを入れさせることだと思うんですけれども、それは具体的に可能でしょうか。どうしたら可能でしょうか。 Well, I think that certainly should be first on the list of civil society demands as to what should be in the work plan. And hopefully there could be some vigorous diet debate about this as well. How successful that would be, one never knows, but at least it would come up in the context of an international forum and the legitimacy of international standards. Your prime minister was very dismissive of international standards in a different context. それは、そういうふうに、それについて考えると、まあ、市民社会がやらなければいけないのは、まず第一に、そのワークプラン、について、いろいろ要求項目を出していくということです。その要求、そしてその要求項目、そのワークプランに何が含まれるべきかということを、について協議するべきです。 それは国会でも非常に、国会でも精力的に議論していただきたいものだと思います。これが、しかしながらこれがですね、どれだけ成功するかといったことについてはちょっとわかりませんけれども、少なくともこのワークプラン、OGP に参加してワークプランを作成するということが、国際社会、そして国際基準に寄り添っていくことだと思いますので、これまで安倍首相はですね、
いろいろ機会でこの国際基準というものを非常に軽視されてきたようですが、この段階でこれからはOGP に参加することで国際基準に寄り添っていかなければいけないということになると思います。 OGP については初耳だという方もきっとこの会場には多いんじゃないかと思うんですが、今日の資料の中にですね、少し基本的な仕組みなどを日本語で解説している貴重な文献なども入れておきましたし、我々も一生懸命勉強していかなければならない。他に先生なども一緒に勉強していってですね、この国に加入していくことを通じて日本政府が 秘密強化ではなくて政府をオープンにしていく、そういう方向に歩み出させる、その中でこの秘密保護法をですね、根本的なところから見直させるというような流れを作っていけるのではないか、そういうヒントを今日は春谷先生にいただいたと思います。秘密保護法の大事な中についてちょっと伺いますけれども、今回もう先生自身がこの論文を書いていただいているんですけれども、 国連のヒューマンライツコミッティですね、から出た勧告について先生はどのように考えておられるでしょうか。 I have not studied them as carefully as some of my colleagues in the Open Society Justice Initiative. As I understand them, they're consistent with the principles that I have at the end of my talk, and they reflect growing international consensus about the limits that there can be on government secrecy about national security. And I believe there was a specific submission by the Open Society Justice Initiative to the Japanese government detailing the deviation from the principles of the community, but they're not in my head. 私はですね、オープンソサエティイニシアティブの他のメンバーよりも慎重にこれ、調査しなかったわけですので、ちょっとそこがわからないんですけども、先ほども申し上げましたように、国家機密には制限を持たなければいけないということについて言いますと、それはこの論文に書いてあるようなことです。それでですね、 オープンソサエティはその日本政府に対しても提案をいろいろしているわけですけれども、すみません、今私の手元にはないのでちょっとわかりません。すべての資料をいただいてますので、今日の資料の中の28分の2のところに日本語になっている自由研究委員会の主権は出しておりました。実は先ほど春栗先生が話されたのと全く同じことが書かれているんですけれども、 なぜそうなるかといえば、オープンソサエティもこの自由研究委員会にレポートを出してくださいましたし、我々、日弁連もレポートを出したし、たくさんの市民団体がレポートを出したから、それに自由研究委員会が答えてくれたのだというふうに思います。今日のお話の中で一点出てこなかった問題ですが、第三者機関のこと今回の運用基準の中でですね、独立公文書管理官という第三者機関が設立されることに決まっています。しかし、その独立公文書管理官について我々はですね、秘密を指定している機関の職員がその機関に行ってまた帰ってくるというような人事運用ではうまくいかないんじゃないか。 そして、この機関そのものが秘密をきちっと公開させる完全な権限を持つべきだといったことも求めていたわけですが、今回の運用基準にはそういうものは入りませんでした。アメリカには、ICAO とか ISO とかそういう独立の機関があるというのを聞いていますけれども、日本で今回作られるこの独立公文書管理官にですね、まともな 第三者機関として機能するためにどういう点が重要でしょうか。独立性を確保するためにどういう点が重要でしょうか。 Well, I think it's very hard to predict.
予想するのは難しいと思うんですけれども In the United States, we've had a quite unexpected and very productive development. アメリカではですね、非常に予期していないことがありましたが、非常に生産的でもありました。 The government set up an interagency committee to review decisions not to release information. アメリカでは政府機関の中にですけれども、省庁内での見直し機関、検証機関というのを設立してですね、そこでどういった情報が公開されるべきかということを検証してきたわけです。 The regulation said, for example, you apply to the CIA for the release of a document, and the CIA refused, you could apply to this interagency committee. まずですね、その規則に、規則を申し上げますと、例えばですけれども、例えば CIA にある情報を公開してほしいとお申請します。で、CIA から却下された場合に、その段階でインター・エージェンシーですね、省庁間の機関があるんですが、この大切な機関にもう一度申請を出すということができました。 The committee consists of representatives of the CIA, the Defense Department, the State Department, and other agencies. でこの委員会ですけれども、この委員会はCIA や国務省、そして国務省からの代表者が、この委員会を構成しています。 Most of us assume this committee would be a total waste of time. もう私たち多くの仲間はですね、これは時間の無駄じゃないかというふうに思っていたわけですけれども。 Because the bureaucrats on the committee would simply defer to each other. というのはですね、その委員会は官僚で作られているわけですので、構成されているわけですので、その時間稼ぎをされるのではないかと思ったわけです。 But in fact, the opposite has happened. しかしながら、実際に起こったのはその反対でした。 In a very large percentage of the cases, the committee has ordered the agency to release the information. 多くの場合、非常に多くのケースで、この委員会が他の省庁に対して情報公開を求めていったわけです。 The agency can appeal to the president, but nobody has ever done that. これ以外にも、この上に段階がありまして、このインターエージェンシーですね、省庁が実は大統領にその後申請することもできるわけです。 So this committee has turned out to be very important. ですので、最終的にこの委員会は非常に重要な役割を果たすことになりました。 So the lesson is it's very hard to predict and you need to try a variety of different oversight and review mechanisms. ですので、まず一つ言いたいことは、予想するのは非常に難しい。しかし、いろんな機関、違う団体や機関を用いて、その情報を検証することが重要だという。 実はこのインターエージェンシーの組織の実情についてですね、先だって NHK がアメリカまで調査に行って、今、ハルペン先生がおっしゃったように、かなり高いパーセンテージで秘密の指定解除を行っているという実情を報道していたんですね。私もそれを見ていて、政府の高官を集めているような組織で、どうしてそういう決定が出るのかということを非常に不思議に思いました。 なかなかどうしてそうなっているのかというのは説明しにくいと思うんですけども、日本で同じものを作ってもきっとうまくいかないんですが、我々思えないんですけど、なぜアメリカの場合はそれがワークするのかということについて、先生の、その日本でこれからそういう制度を作らなければいけませんので、何か秘訣のようなものがあったら教えていただけますでしょうか。 まず、私はこの委員会が機能していると、機能すると全く本当に全く
全く思っていませんでしたので、今こういうふうに機能しているインターエージェンシー省庁間でのその第三機関ですけれども、その機関が機能しているということについて非常に驚いています。一つこれで言えるのがですね、その情報が機密される特定 秘密にされるということがどれだけバカバカしいかということだと思います。その決定がバカバカしいかということです。その他のエージェンシー、一つのエージェンシー、一つの省庁で情報が特定秘密、秘密に特定されるということに対して、他の省庁でそれが許可される、その情報が公開されるわけですから、これだけバカバカしいことはないわけです。これが私が考えられる唯一の説明なんですけれども。 もうそろそろ何分かでご予約をというしじが来ておりますが、あと1、2問だけやりたいと思いますが、ブレイラ氏やパウエル氏はイラク戦争を誤った情報によって始まったものだということを認めたけれども、これは国防上の不利益になる情報ではないでしょうかと。しかしこういう真実が、きちんと語られることになった、それが可能であったのはなぜだと。 Well, I think information becoming public has an important impact. The British Parliament, when the United States was moving towards bombing Syria, the British Parliament refused to go along. And I think it refused to go along because of the documents that were being published. And they understood that they were embarking on the war. まあ一つ言えることは、その情報が公開されるっていうことに対して、情報が公開されると、真実が公開されると、それだけのインパクトがあるということだと思います。まあ一つ、これまで、イギリス政府がシリアを爆撃する方向に向かっていたわけですけれども、それを未だにやってないわけですね。っていうのは、まあこれ、この情報によって、これまで、真実でないことが、 隠されてきたと、真実でないことがたくさんあったということが分かったかと思います。そろそろ最後の質問にしたいと思いますが、たくさんの方から質問が来ていることで、日本では国民の多くがですね、この秘密保護法の廃止を望んでいるのになぜそれは実現しないんでしょうか。どうしたらそういうふうになるんでしょうかという、今日の OGP の話の中にもだいぶサジェッションはあったと思うんですが、今日こんなにたくさん市民の方も来てくださっていますので、ハルカリン先生の方から 日本の市民にエールをいただければと思います。よろしくお願いいたします。Well, I think there is a tradition in many countries, including Japan, that private citizens don't have any role to play on national security matters. That is changing in the world, and I think it needs to change in Japan as well. And part of the way to change that is for Japan to become more actively engaged in the global institutions that are linking democracies together. Committing of democracies that Japan is a part of, but has become less active than it should be. The OGP, which it should join. And Japanese civil society needs to get itself much more engaged in the global network of transparency and accountability organizations, including the civil society まあ日本だけではなくて、いろんな国でまあ伝統というものがあるんですけれども、伝統という考え方がずっとあると思います。この一つの考え方というのは、市民社会、市民が国家保障、国家安全に関して、まるで決定権がないといった考え方です。これは日本だけでなくて、いろんな国でそういうふうに思われていると思いますが、この点について、日本、そして他の国もそうですが、 変えていかなければいけない、変わっていかなければならないと思います。そして、それ以上に国際社会により寄り添って、また国際社会に参加していく、特に民主主義国家が連携して、そして活動していく、例えば OGP のようなことにどんどん参加して、積極的に参加していくといったことについて、日本、そして他の国際社会
と共に一緒に活動していかなければいけないと思います。そしてですね、市民社会の皆さん、日本の市民社会の皆さん、市民運動の皆さん、そういった団体も世界的な、世界的、世界社会的なこういった同じような運動をしている市民社会と連携して活動していくということも重要だと思います。そういったことによって、各政府、民主主義国家で より透明性を持ち、そして責任ある国家を形成していくように市民社会が協力していけるのではないでしょうか。それでは本当に司会の不手際で時間が足りなくなってですね、たくさん質問いただいたうちの一部しか紹介できませんでした。その点は深くお詫びいたします。今日のパネルディスカッションはそこまでとして、本当に春辺先生ありがとうございました。 本当にあの春辺先生ありがとうございました。本当にあっという間だったんですけども、もう閉会でして、最初も最後にですね、日本地弁連秘密保護対策本部の副本部長、佐野義久先生から一言いただいて閉会したいと思います。お願いいたします。皆様本日はお忙しい中、常別さんのシンポジウムにご参加いただきまして本当にありがとうございます。 常任秘密保護対策本部の、本部長をしております佐野でございます。本日はアメリカの国家安全保障会の元スタッフでございまして、沖縄返還交渉に関与されました、元春辺議員さんをお招きいたしまして、市民に開かれた政府とはどのように、どのように、どのように、どのようにあるべきかという観点で、 ご経験をもとにお話をいただきました。まあ、いわゆる特定秘密法の施行が迫っている現在、我々は私どもはどのように政治に意図かかっていくかを考える良い会の執行事務になったものだと思っております。皆様はご案内の通り、秘密法はその法案の段階から 様々な問題点が指摘されておりまして、国会の審議においても慎重な審議を求めるというような声が多数上がっておりました。それにもかかわらず、政府与党は昨年12月に強行採決という手段でこの法律を成立させているところでございます。その後、今年の7月になりまして、12月の法律の施行を 試合に出た法律の運用をするためのパブリックコメントが実施されてされました。2万4000通を超える意見が寄せられたと聞いております。そのうちの大多数がその法律の施行に危惧を危険だというような意見が大部分だというふうにも聞いております。政府はそのような他国目の意見を一部は取り入れた、ほんとの一部でございます。 見ておりますが、ほぼその他は、沿岸通りということで、一部修正とどめて、閣議決定を行いまして、今年12月の施行が、ほぼ、見通せるところでございます。さて、本日の春辺さんからお話しいただいた、お話は大変一切飛んだものでございます。それは、透明で市民に抱かれた政府というのは、 国際社会において、そういう方向性に進んでおります。ところが、現在、新通報法の施行に進んでいる日本政府、日本の現状というものは、このような状況に逆行するものでございます。そういう逆行する状況を基本にされた、していただいた話、話の中身でございました。春辺さんにおかれましては、 大変ご多忙の中、本日お越しいただき、貴重なお話いただき、改めて深く感謝と敬意を表する次第でございます。ありがとうございました。1年目は、この秘密保護法に対しまして、国民の知る権利、プライバシーの侵害など、基本的人権を侵害する恐れがあると考えまして、法案の段階から 反対運動を続けております。秘密保護法が成立した後も、この運動は続けております。法律が施行されても我々は諦めません。この廃止まで持っていくまで、
我々は戦います。 今後国会また政府国会議員の先生方市民の皆さんと手を携えてこの法案を廃止に持ち込みたいと考えております。今後ともどうぞ一面の活動にご理解とご協力を賜るように願い申し上げます。本日はありがとうございました。 それではこれをもちまして新法人部秘密保護特別委員の知る権利オープンガバメントを目指してを終了いたします。お忙しい中皆様ご来場いただき誠にありがとうございました。引き続きまして、この場で沖縄問題について沖縄返還当事者が見る今47年ぶりの訪中を振り返ると報告を振り返ってということで、 17時15分から、新海公益者チーム主催で、シンポジウムを行います。お時間許すようでしたら皆様ぜひこのままお越しいただき、後半のシンポジウムもご参加いただければと思います。お願いいたします。